にゃーん、日本一カンドラ好きに思ってる方、このチャンネルなんだー。イエーイ、今日は何、今日は青春ラブティーコア。最初から結論から言います。この青春 MT5 話もう神回でございます。もう最高に爆笑するし、最高にキュンキュンする、ほっこりする回になりましたので、ぜひまだ見てない人は本当これ楽しみにしていただきたいなというふうに思ってます。もうちなみに僕はね、これ1話から4話まで追ってきて、もうずっと最初から言ってるんですけども、今年一最も面白い番組でございます。ちなみにこれドラマよりも面白いです。これはもう僕の中でもうナンバーワン作品というか、ドラマじゃなくてバラエティということで、ぜひまだ見てない人は本当に1話からすぐ見ていただいて、このワクワクする気持ちを共感していただけたら嬉しいなと思ってます。わからない人のために、何度も最初から言うんですけども、雲が描いた月明かり、イテウォン、クラス、アンナラス、マナというこの3作品のメインキャスト5人ずつが勢揃いした、もう韓国史上初のバラエティ番組ということで、もうめちゃくちゃ多分制作費というか、もうキャスト陣にめちゃくちゃお金がかかってると。なおかつそのロケ地とかもすごく豪華だし、すごくたくさんの楽しいアミューズメント、ゲームとかがですね、たくさんこう番組に散りばめられてるので、それが一応全8話ということで、もう折り返し入ったんです。もう何がすぎるよ、もう本当に終わりたくないっていう気持ちが本当本心でございまして、あと残り6、7、8、この3話しかない、やばい。これ多分絶対2周するぐらい面白い番組というか、バラエティーになってくると思いますので、本当にこれはマジで見ていただきたいバラエティー番組でございます。青春MT5話なんですけど、4話の方でジップラインといって、バンジージャンプじゃないですけど、こうジップのこうラインをこうガーッつって、海の上をこうジップラインにガーってこうくぐっていって、こう降りていくっていう、このアトラクションチームのプランの方から終わって、ファンイニョクさんの回で終わったっていう感じなんですけども、この第5話の始めが、そのファンイニョクさんとアンナラスマダムの女の子がその2人でガーっていくところから、5話がスタートします。もうこれ前半戦、このジップラインと韓国に、いやあれなんていうんだっけな、ハングとかなんかそういうインドア系のチームがありまして、そこはこう囲碁飛ばしっていう囲碁ゲームをこうしていく、ストーリーなんですけれども、この囲碁ゲームもめちゃくちゃ面白くて、スビンちゃんがめちゃめちゃね、雲が描いた月明かりのスビンちゃんですよ。このスビンちゃんがめちゃめちゃ上手かったりとか、ちっちゃんうくさんがめちゃめちゃ自爆するとかね、そういうちょっとこう爆笑な思いもあって、ちっちゃんうくさんとアンナラスマナラチーム対雲が描いた月明かりというかね、そっちのチームのこの対戦みたいな感じ、ギョンスとのね、タッグの対戦ということだったんですけども、このね、インドアチームのこのイボ飛ばしもめちゃくちゃ面白くて笑えたんですけども、アクティブプランチームで言うと、ソジュナですよ。パクソジュンさん、アンボヨンさん、カンナナさん、ジップラインで4人で一気にガーっていって、すごく楽しい、ジップラインの回をするというところで、ファンイニョプさんも最高に面白かったし、そのジップラインが終わって、カンジャンケジャン、ご飯を食べるというところになります。このカンジャンケジャンのこの回もめちゃくちゃ良くて、ボゴミですよ。ボゴミ、ファンイニョプ、アンボヨン、ソジュナ、キムユションちゃん、カンナラとかね。やばいよね。で、このメンバーでご飯食べた後に、終わった後になんかこう、かぶり物のね、こう、ぬいぐるみとかをね、こう、それぞれ被って、そのままプリキュアを撮るというところでもうプリキュア本当に欲しいわっていうぐらい、もう最高の、あんなもうねキャストが勢揃いするバラエティ番組はもう絶対に外見れない番組だと本当に思いました。ここまでがね、インドアチームとアクティブプランチームの5話の話なんですけど、ここからがもう最高に面白いんですよ。皆さんもうぜひ聞いてください、僕の話を。このここからのこの先はですね、プールでこうクイズみたいな感じのゲームになりまして、チーム2人ずつこう男性が入って、真ん中にその今回イテウォンクラスのカンナナさんがターゲット、表題のテーマのメインピープルになるんですけれども、どういうゲームかというと、このカンナナさんがやる仕草だったりとかいう言葉に NG ワードをこの1人に対して2つぐらいこうつけたというんですよ。でファンイニョプさんであれば、笑うっていうのは、水がドバーンってかかるとか、に触るとプールに投げ飛ばされるとか、ね、そういうこう細かい、言ってはいけない私はとか本当とか大最高とか、そういうもの言葉だったりとかを言っちゃうと
上から水をバーン落とされるか、空にこう飛んでプールに飛び込むかみたいなね。この4人がもう本当にガンガン水かかって空に飛んでいくみたいな感じなんですよ。メンバー言いますよ。ファン・イニョプさん、チッチャンクさん、パク・ボゴム、カクドンヨで、観客にソジュのアンボヒョン、イテオクラスチームのジョンスがいたりとかね、まあ、そういう感じになってます。もうそこも本当に爆笑させてもらって、も今回のこの5話の MVP は僕的には間違いなくファン・イニョプさんになります。このファン・イニョプさんが本当に面白い、もうね、かわいそうなぐらいワード言われちゃうんですよ。と笑うっていうのがね、ファン・イニョプさんが一番罰ゲーム、水がおってくるっていうやつで、もうカンナラさんってめちゃめちゃ爆笑する、あの本当に素敵な笑顔をね、あのもう笑っちゃう女性なんで、もうガンガン笑っちゃってガンガン水かかるのがファン・イニョプさんみたいな感じでね、まあ、その数が多かった方が負けちゃうっていうゲームなんですけども、ファン・イニョプさんね、もう飛んで飛んで上からズボズボ水やられてね、もう体力もうなくなるぐらい痛めつけられて、そして最後の最後にはもうプールのこうサンダル落ちちゃって、このサンダルを取ろうとしたら自分も落ちちゃってみたいなねまあそれぐらい本当ふらついたりとかするぐらいのそういうシーンも出たりとかね、本当に本当に爆笑するこのあのプールゲームということで、この5話の最後の最後まで本当にたくさん笑いさせてもらって、まあ結果ね、雲が描いた月明かりチームが僅差で、まあパクボコムさんとカクドニョンさんがね勝利するというところが本当に最高だなっていうふうに思いました。ユジョンちゃんと、まあ、パクボゴムさんのこのあの2人の画角もカップリアゴカップルですかという、画角もたくさん見れるこの青春あの MT5 話になりますので、ぜひあのまだ見てない人はこの機会に見ていただきたいと思ってます。あのこの今の喋ってるこの企画の方も1話から4話までしっかり終わさせていただいてるんですけども、この1話から4話もすごくこう回転もまあまあ自分の中ではしてるし、たくさんの人にこれ目が届いたら本当に本当に嬉しいなっていうふうに思ってます。もうなんつって僕が韓国ドラマたくさん見てる中で本当今年一の番組となってますので、絶対絶対に損はさせませんので、絶対に今すぐ見ていただきたいと思ってます。以上、こんな感じで、青春 MT5 話、まあ、何も台本見ずに、ただあの僕の見た感想そのまま率直に伝えてますけれども、まあ、この気持ちがね、あの絶対伝わってると視聴者さんに思ってますので、その気持ちを受け取った方は、まあ、あの Amazon プライム限定の、作品、バラエティ番組になりますので、ぜひあのすぐに登録していただいて見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価、よろしくお願いします。Bye.